今回は洗面台の掃除をやっていきます。ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。マイクロファイバークロスです。お掃除用の桶です。3COINSの使い捨てロールスポンジです。キッチン泡ハイターです。そして今回の注目グッズです。牛乳石鹸の赤箱です。それでは手袋をしまして、まずは排水口の掃除からやっていきます。線を取り外しまして、ヘアキャッチャーとゴムパッキンを取ります。直接吹きかけますね。はい、吹きかけて縫い付けて穴の中にも吹きかけます。はい、上まで泡が来たら戻していきます。栓をします。こうすることでキッチン泡ハイターの接触時間を長く作ることができますので、汚れによく効いてくれます。では排水パイプ内を泡ハイター付けしている間に洗面ボウルの掃除をやっていきます。桶にお湯を少し入れます。はい、赤箱石鹸をお湯に入れまして、使い捨てロールスポンジに石鹸をつけて泡立てていきます。石鹸分がだいぶ移りましたので、引き続き泡立てていきます。だいぶ泡立ってきましたので、水洗金具から洗っていきます。一番綺麗なところでまずは水洗金具をこう洗ってしまいたいですよね。蛇口の裏のところに水垢がついたりしますけれども、しっかりこすってあげると軽度なものは落ちてくれると思います。では洗面ボウルを洗っていきます。はい、すすいでいきます。まずは蛇口自体をすすいで、今栓をしている状態なので、こうやって水が溜まっていきますよね、ボウル内に。これもまたポイントでして、これは気にせずこのまますすいでいきます。床に流れ落ちないように気をつけながら、慣れていない場合はこのようなやり方せずに、クロスやペーパーで泡を拭き取ってから水拭きされた方がいいと思います。はい、はい、それではマイクロファイバークロスで拭き上げていきます。水洗かなんかからやった方がこのクロスが綺麗なうちに。そうしましたら洗面ボウル内に溜まった水を抜いていきますけれども、結構水が溜まってますので、排水すると池がついて流れ落ちてきますよね。その力を利用して泡ハイター付けしている排水パイプ内に残っている汚れを流し落とすというやり方ですね。はい、いきます。はい、あとは洗面ボウル内をすすぎまして、引き上げてこれで終わりですね。どうもありがとうございました。